熱ショックタンパク質、熱ショックタンパク質、熱ショックタンパク質、ヒートショックプロテインとは、細胞が熱等のストレス条件下にさらされた際に発現が上昇して、細胞を保護するタンパク質の一群であり、分子シャペロンとして機能する、ストレスタンパク質とも呼ばれる。HSP が初めて発見されたのは1974年であり、 症状場への幼虫を高温にさらすとある特定のタンパク質が素早く発現上昇することがアルフレッド・ティシェールらにより報告された。1980年代半ばになると HSP は分子シャペロン機能を有すること、細胞内タンパク質輸送に関与することなどが認識されるようになった。HSP はその分子量によりそれぞれの分子の名前が付けられており、 例えば、HSP60,70,90 はそれぞれ分子量60,70,90系だのタンパク質である。一方、低分子量タンパク質であるユビキチンは、酵素複合体であるプロテアソームを介したタンパク質分解において重要な役割を果たしているが、この分子もまた HSP としての性質を持つ。HSP は、 人からバクテリアに至るまで様々な生物種において広く類似した機能を発現することが知られており、そのアミノ酸配列は生物の進化の過程においてよく保存されている。HSP の発現は細菌感染や炎症、エタノール、活性酸素、重金属、紫外線、気が低酸素状態などの細胞に対する様々なストレスにより誘導されることが知られている。 核内タンパク質である熱ショック転写因子 HSF は DNA 上の熱ショックエレメント HAS に結合することにより HSP の発言を制御する転写因子として働くが熱ストレスにより HSF が誘導される詳細な機構については十分に明らかにされてはいないリボ核酸 RNA からの翻訳により生成した新生タンパク質は不安定な状態にある 自由エネルギー的には常に最低の状態にあるわけではなく様々な立体構造を取り得るが、タンパク質はホールディングと呼ばれる過程を経て安定化する。HSP はこの新生タンパク質に結合することにより、タンパク質のホールディングを制御する分子シャペロンとしての機能を持ち、分子シャペロンの多くは HSP である。高温条件下において編成したタンパク質、あるいは 新生タンパク質の内ホールディングの段階に問題があり、機能できないものなどには HSP が結合して、その処理を行うことが知られている。HSP は、このような工事構造の破壊されたタンパク質の修復及びタンパク質編成の抑制機能を有し、修復が不可能であると判断されたタンパク質は、指基準化を受け、プロテアソームと呼ばれる酵素複合体へ運搬されて、 分解を受ける、タンパク質の品質管理。このホールディングの段階に異常があり、不良品タンパク質が細胞内に蓄積すると、ホールディング病と呼ばれる疾患に陥る。HSP60 及び HSP70 は、細胞質からミトコンドリアや葉緑体への輸送に関与していることが知られている。これらの細胞内小器官に存在する。 タンパク質のほとんどは核に存在する DNA 由来であり、生成したタンパク質を目的の場所へ輸送する機構が必要となる。細胞質で線具体タンパク質として合成されたタンパク質は HSP70 が結合することによりマ膜頭化に適した立体構造に安定に保たれている。核 HSP ファミリーの代表的な分子と機能について示した。 HSP47 はコラーゲン特異的な分子シャペロンとして働き、コラーゲンの酸性に必須であることが報告されている。HSP47 の発言は、その機質であるコラーゲンと常に相関することが知られていい。このような特徴から、コラーゲンの異常な蓄積を主な特徴とする各種繊維化疾患において、HSP47 の抑制を治療に応用する。 研究がされている。一方、皮膚の老化現象であるシワにおいては、コラーゲンの酸性量が低下しているため、HSP47 を増やす格子は化粧品の研究開発がされている。フレグランスジャーナル。HSP60、グロエルは HSP10、グロスと協約して、その機能を発現し、アデノシン酸リン酸 ATP を加水分解した際に生じるエネルギーを利用して、 タンパク質のフォールディングを補助する。タンパク質が生体膜を透過する際にフォールディングを受けているとかさ、高くなり膜の穴を通ることができなくなるためにアンフォールディングされた状態を維持する必要がある。HSP70 ファミリーは膜透過時におけるホールディングの制御に関与しているが、細胞質および核内には HSP70、HSC70 が消耗体内には VIP が、ミトコンドリア内には、MTHSP70 がそれぞれ存在し、タンパク質の構造を維持している。また、HSP40 は HSP70 のコシャペロンとして働く、タンパク質として知られる。HSP70 は、消化管や皮膚など多くの臓器において、向上的に発現していること及び、主児のストレスによって、その発現量が増加することが報告されている。 また、HSP70 は抗細胞死作用や抗炎症作用を持ち、アルコールや紫外線など、主治のストレスに対し、細胞を保護することが報告されている。そのため、HSP70 誘導剤を、医薬品、胃粘膜保護薬など、や、化粧品へ応用する研究が行われている。近年、皮膚における、HSP70 の働きが詳細に、解析されている。 具体的には、皮膚のケラチノサイトに HSP70 が増えることで、紫外線依存の障害、細胞死、炎症反応、DNA 障害が軽減することやメラノサイトに HSP70 が増えることで、メラニン酸性が抑制されること、つまり、HSP70 がシミ形成を抑制することが報告されている。さらに、皮膚をお風呂で温めることで h s p が上昇し、 シワ形成が抑制されることも明らかにされている。慶応大学ニュースリリース。HSP90 には HSP90α と HSP90β というアイソフォームが存在する。HSP90α と HSP90β はアミノ酸配列の類似性は高いが刺激に対する応答性は若干異なる。h s p は ヒストレス環境下においても細胞内発現量が高く、新生細菌や真核生物において広く発現して分子シャペロンとして機能する。例えば、HSP90 は細胞内において不活性状態のステロイド受容体と複合体を形成していることが知られており、その機能維持を行っている。また、HSP90 は癌の進展との関連が深く、 HSP90 阻害剤は抗犯剤として期待されている。GRP94、クルコース、レガヤレイテッドプロテイン94は HSP100、またはエンドプラスミンとも呼ばれ、HSP90 ファミリーに属する分子である。GRP94 の合成誘導は VIP と同時に行われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。